天皇坂全国都道府県対抗男子駅伝競争大会は毎年1月の第3日曜日に広島県の広島市20日市市で開催される男子の駅伝大会。略称は全国男子駅伝。愛称は広島男子駅伝。2007年第7区、新小井橋2007年第7区。 新小井橋京都新聞社主催による全国都道府県大港女子駅伝競争大会が1992年の第10回大会を終えた際に青木半人日本陸連会長が男子でも同様の大会をできないだろうかと調査広明陸連副会長に検討を指示男子はロードレース駅伝型で充電期間が少なく新たに全国大会が増えれば 教会規制に問題をきたすことから、規制の大会を中止して、新大会を誕生させるという方法が取られることになった。ここで候補に上がったのが、中国駅伝で、同大会は、駅伝のメッカである、広島県で開催される大会で、箱根駅伝に次いで、日本で2番目に古い駅伝であったが、主催の中国新聞社、広島立教は、苦渋。 苦難の選択により要請を受け入れた。1931年以来、62回続いた中国駅伝を中止したため、避難の声も渦巻いた。こうして1996年に改革駅伝として全国都道府県対抗男子駅伝競争大会がスタート。NHK も加わり、地元広島放送局を制作局として放送業務を担うこととした。 広島市中区の平和記念公園前にスタートフィニッシュ地点を設定。スターターを広島県知事が務めている。コースは女子大会と若干違っていて、女子大会の半数に当たる行動を往復。2日市市の JR 全空駅東側を折り返し点として、総距離 48km を7人でつないでいく。女子大会と2週連続で開催されるように日程を。 設定。例年は本大会の翌週に大阪国際女子マラソン、翌々週に別府大分毎日マラソンと4週連続で日曜日に大きなロードレース大会が実施されている。2021年にも1月24日に2020年度大会の開催を予定していたが、前年の大会直後から日本国内で新型コロナウイルスへの感染が拡大している影響で、 女子大会とともに中止された。本大会の優勝チームには、天皇杯が、賜物ともされるほか、中国新聞優勝期、日本陸連会長杯、NHK 杯、文部科学大臣杯が授与される。最多優勝は、長野県の八回である。原則として、選手は、日本陸上競技連盟の登記登録者かつ、日本国籍を有する男子競技者であることとなっている。 ただし、外国籍競技者であっても、日本で生まれ、引き続き生活拠点を日本国内としている場合は出場できる。出場チームは原則として、現在登録している陸上競技協会の都道府県チームからとなる。本大会独自の特徴的な制度として、郷土色の濃いレースを演出するための、ふるさと競技者制度が導入されている。社会人、大学生選手は、 出身高等学校、または出身中学校の所在都道府県から当概念の登録に関わらず特別に出場することができるという制度であり、これにより社会人、大学生選手は生まれ育った都道府県からも概ね出場可能となっている。導入後に何度か適用基準が見直されており、第13回大会から各競技者の適用回数上限が撤廃されたほか、 選手の出身中学校と出身高等学校の所在都道府県が異なる場合、出身高校所在地からの出場に限定されていたものが第15回大会以降は出身中学校所在地からの出場も選択可能となった。また現在は適用年齢制限なし、適用区間は各チーム一区間までとなっている。本制度は結果的に有力競技者が 特定都道府県だけに集まり、日本全体での競技レベル向上には必ずしもつながらないという反省から生まれたものでもある。この点については、箱根駅伝が抱える問題の項も参照。チームは、監督1名、コーチ2名、選手10名の合計13名。競技者には、ジュニア A 選手が3名以上、ジュニア B 選手が2名以上含まれていなければならない。 広島市平和記念公園前を出発、平和大通り、宮島街道を精神し、JR 全空駅東を折り返し、平和大通り、城南通りを経由、広島市平和記念公園前を決勝とする7区間、48.0km。女子大会とは異なり、各区間ごとに起用できる選手の年齢区分が固定されている。2.6区は、ジュニア B 選手を1.45区は、 高校生を必ずエントリーしていなければならない。このため一区に実業団選手や大学生を配置したりするなどといった戦略を取ることはできず、オーダーの自由度は女子大会よりも低めで、その点では戦略の幅は女子大会より小さめと言える。高校生が全4 8トルのうち2 0 5トルを担当するので若手の層の厚さが重要視される。 NHK が総合テレビと NHK ワールドプレミアムにて生放送するハイビジョン制作かつては衛星ハイビジョンでも放送されていた解説は第1回から第20回まではそうしげる第21回からは小形剛が担当なお広島県内向けには事前告知番組として関連イベントとして行われている駅伝ふるさと広場の様子を伝える 頑張れ。ふるさとランナー駅伝ふるさと広場からがレース、前日の土曜日昼に放送される。2010年までは、当日の18時台に、大会のダイジェスト番組も中国地方向けに放送していたが、同時刻の番組が、ミュージックジャパンに変わった2011年からは、広島県のみの放送に縮小された。その後、2013年度に、ミュージックジャパンが枠移動し、再び、 NHK 海外ネットワークに戻り、同番組の終了後、これで分かった。世界の今を放送するようになった後も、差し替えによるハイライト番組の放送は、広島県のみのままであった。2019年度は、ハイライト番組の制作、放送を行わず、これで分かった。世界の今を通常通り放送している。いずれも、駅伝中継を含めて、 NHK 広島放送局制作。中国放送をキーステーションに JRN 系列全国38局ネット。特別協賛者の冠、スポーツスペシャルをつけるとともに、その特別協賛者や大会協力者の松田などの複数協賛制。また、NRN 系列単独加盟の茨城放送、栃木放送、k b s 京都のほか、独立局の岐阜放送、 ラジオ関西にもネットする。第3回大会前に最初のテーマ曲、キット飛べるが制作される。第15回大会からはレインボーを使用。広島駅電停から広島電鉄の路面電車2号線グ島口行き、6号線エバ行きに乗り、原爆ドーム前連停下車。南へ徒歩7分。また、広島電鉄の路面電車1号線広島港行きに乗り、 袋町電停へ、中電前電停下車。西へ、徒歩6分。平和大通りを経由するバスは、駅伝開催時間中は迂回運行するので注意。JR 横川駅から、横川駅電停から、広島電鉄路面電車7号線広電本社前行きに、乗り、袋町電停へ、中電前電停下車。西へ、徒歩六分。広島港から、広島港電停から、 広島電鉄路面電車1号線広島駅行き、3号線西広島行きに乗り、中電前電停、袋町電停下車。高速バス、郊外バス、広島バスセンターより徒歩10分。自家用車で行く場合国道2号で、福山、東広島方面からは、広島駅を、岩国、廿日市方面からは、西広島駅を目指して進み、そこを起点に、 平和大通り方面へ。ただし、駅伝中は平和大通りをはじめとした周辺道路で交通規制あり。山陽自動車道からは、広島インターチェンジより国道54号を南へ、広島城あるいは元町クレドへ向け進む。ありがとうございます。